体操は、野口3003が指導を開始した健康法、トレーニング法。人間の潜在的に持っている可能性を最大限に発揮できる状態を準備することを目的とする。1914年生まれの野口は、1934年最年少で、市販学校教員国家検定試験に合格、太平洋戦争時代、筋骨隆々に鍛え上げる。 体操の優秀な指導者であった。しかし、教え子を選知へ送ってしまった滑爵の上、自身も体の不調をきたした。舞踊の道を志すなどの試みのうちに、重力などに抵抗するための筋力を鍛えるよりも、むしろ力を抜いて、体を動きや重さに任せることで無理なく力や素早さなどを最大限に引き出せることを発見。道具や、 玩具の動作など様々な観察も合わせ、様々な合理的かつ最大限に出力される体の営みを見出していく。野口の身体イメージは生きている人間の体は、皮膚という伸び縮み自由な大小無数の穴が、開いている袋の中に液体的なものがいっぱい入っていて、その中に骨も内臓も浮かんでいるというものである。野口の考えでは、合理的な運動は、重さと、 弾みを生かすことで行える。そのためには無駄なり君を捨てて、脱力の感覚を磨くことが肝要であるとしている。いい加減が良い加減、理解とは誤解のことである。誤解以外の理解は事実として存在しない。落ちる動きが全ての動きの基本である。重さと思いによって地球と一体化する他には、究極の安らかさはあり得ない。など、多くの言葉を残している。 体操をする者各々の主観による体に手を行く感覚を大切にし、はっきりとした到達点、目標、効果を設定することは趣旨に反するため、野口は方法の固定化を嫌い、カリキュラムはあえて細かく体系化されていない。なお、野口生態は別のものである。ありがとうございます。